近藤隆則は日本の政治家、岡山県高橋市長。1981年3月、岡山大学工学部卒業。同年4月、高橋市役所に採用される。1996年4月、総務部総務課財政課,課理長に就任。2008年4月、産業経済部商工観光課長に就任。同年9月、退職。 同年9月28日に行われた高橋市長選挙に出馬し初当選。10月24日に市長就任。現在4期目。2014年9月28日、スピード違反で検挙される。当時高橋市は秋の交通安全県民運動の最中であった。10月14日、近藤の給与現行額から50%削減する条例改正案が 臨時市議会で可決。10月29日、高橋川に裁判所から罰金6万円の略式命令が出された。2008年9月28日執行。現職の秋岡武氏を破り初当選。当日有権者数3万50人最終。投票率 82.41%2012 年9月30日執行。前回に続いて政党推薦を受けず。 立候補し、再選を果たした。当日有権者数、28,318人、最終投票率、76.75%2016 年9月25日、執行。元市議の三谷実を破り参戦。当日有権者数、27,486人、最終投票率、65.98%、無投票で4千。ありがとうございます。